玉ぶり、ラオウに先制される。ああ言った、ラオウ復活か。アービジターで先制されてしまった。まあ一発はしゃあないか。唯一の長打打てるやつにやられるか。低めに集めすぎたな。さっきのインコースボールにされてからコースが甘い。セーブリハビリセンターはやめてね。山の当たりがダイソー以外のこともできちゃうと高松あたりはマジでやばそう。どうしたどうした、こんな連打は珍しい。ライオンズクリニック往診か。ストライク入れすぎやないまのはボール要求だったろうけど、ここでもう一回来そうだな。振ってくれたはまだついてる。風致名称で済んだな。確かビハインドでも1勝くらいはしてたから、今の現実的な目標としてはシーズン50勝か。現段いい感じなんだけどな。西武側がうてうて西川コールしてると屈伸しながら尻振ってくれる折西川。ご視聴ありがとうございました。